残留応力とは、外力を除去した後でも物体内に存在する、応力のことである。フックの法則により、残留応力に対応する歪みを、残留歪みと呼ぶ。残留応力の分布は様々だが、物体の平行状態を満足するため、物体全体では、政府の残留応力が釣り合っている。残留応力の発生は望ましい時と望ましくない時がある。一般的に、 圧縮の残留応力は強度を向上させ、引っ張りの残留応力は強度を低下させる。例えば、レーザーアピーニングはタービンエンジンファンブレードのような金属部品に有益な圧縮の残留応力を与える。また、スマートフォンのディスプレイに使用されている強化ガラスにも応用され、大きくて薄く、かつ、亀裂擦り傷に抵抗のあるものを実現している。しかし、意図しない。 残留応力の派生は構造物の早期破壊を引き起こす場合もある。残留応力は様々なメカニズムで発生する。例えば、蘇性変形や温度勾配、物質の相転位などがある。溶接時に発生する熱は局所的な材料の膨張を発生させる。溶接中は溶接されている部品が移動したり、溶融金属が膨張を吸収するが、溶接完了時には、 ある部分は他の場所以上に早く冷却され残留応力が残る結果となる。意図しない残留応力発生は望ましくないことが多いが、いくつかの設計では残留応力を活用している。特にモロ製材料では強化ガラスやプレストレストコンクリートのようにあらかじめ圧縮残留応力を加えることで人生を強化できる。 モロ製材料の支配的破壊機構は、モロ製破壊と呼ばれ、初期亀裂の形成から始まる。外力による引っ張り応力がかけられるとき、亀裂先端に応力集中が発生して、亀裂先端部の応力が非常に大きくなる。これにより、初期亀裂は速やかに進展し、最終的に破壊に至る。圧縮残留応力を持つ材料は、このような諸星破壊に対して強化される。 これは初期亀裂が発生しても残留応力により亀裂に圧縮がかかるためである。諸性破壊が発生、亀裂が進展するには外部から加わる引っ張り応力が残留応力による圧縮応力を上回る必要がある。鉄鋼のような金属組成材料に対しては表面に小さな高球をぶつけることで表面に 蘇生変形による加工効果と表面応力の均一化及び圧縮残留応力を与えて強度向上を図るショットピーニングと呼ばれる技術がある。疲労による破壊に対しても圧縮残留応力の付与は有効で疲労限度の向上や疲労亀裂進展速度の低下に寄与する。県の製造ではマルテンサイトの発生勾配を利用して硬さを生み出している。 特に刀の製造が著名である。硬い刃先と比較的柔らかな背面の残留応力の違いがいくつかの剣の種類に特徴的な曲線形状を与えている。オランダの涙強化ガラスにはガラス表面に圧縮応力が残留し、均衡的に内部に引っ張り応力が発生する。表面上の圧縮残留応力により強化ガラスは亀裂に対して抵抗を持つが、 表面が壊れた際には内部の引っ張り残留応力により粉々に砕ける性質を持つ。この効果は溶融させたガラスを冷水に落として作られるオランダの涙と呼ばれる実験でわかりやすくデモンストレーションされる。実際の強化ガラスではガラス表面に空気を吹き付けて急冷させて残留応力を与える強化ガラスや科学的にイオン交換を利用して残留応力を与える。 科学強化ガラスなどがある。残留応力を測定する技術はいくつかあり、大きくは破壊法、非破壊法に分けられる。破壊法の一つは、対象物の切断、または穴開け、切り込みなどを行った時に解放される応力あるいは、歪みを利用するものである。一方、超音波や磁気による、非線形断性による手法は、標準資料を必要とする。 X 線解説は、非破壊法の一つで、100マイクロメートル程度の分解能で、局所的な残留応力測定が可能である。中性子解説法も、局所的な残留応力測定が可能な方法である。どちらの方法が最適かは、部品の設計による。不要な残留応力は、金属部品製造の過程において発生したとき、いくつかの方法により、残留応力の除去あるいは低減がされる。 これらの方法は、熱処理による方法と非熱的な方法に大きく分けられる。熱処理による方法としては、応力除去焼きましが用いられている。焼きましの中でも、特に低温で行うもので、低温焼きましとも呼ぶ。鉄鋼材料に対しては、再結晶温度以上、A1 変態点温度以下で、加熱保持され、一定時間後に除冷することで、応力除去焼きましが行われる。 ありがとうございます。